皆さんどうも、新 TV の新と申します。このチャンネルでは日本を愛して日本人と家族になって日本で暮らしている韓国生まれ育ちの韓国人がいろいろ語っています。私の、チャンネルご覧になってる皆さんならよくご存知の、日本人を侮辱してる反日韓国人 YouTuber、サムスンちゃんなんですけど、はい、去年23年ですね、7月ぐらいにですね、一回彼に私が告訴されたとの話を、動画でいたしました。はい。その時なんですけど、普通に生活してるとなかなか、私に連絡することがない韓国の親から連絡があって、それが何かというと誰かが私を告訴したと、それで親に連絡がいったとのことですね。当時はですね、まだこんな内容でこういう政治系の YouTube をしてるということは韓国の家族には言ってないので、ちょっとあれやったんだけど、幸い告訴の詳細内容は、はい、私自身にしか、知らされないみたいですね。はい。それでですね、はい、その後、親は警察から私の日本の、携帯番号を聞かれて、それを警察に教えてあげてもいいかという、はい、言われて、私は堂々と教えていいと言いました。それで警察に伝われたそうです。はい。しかし、警察から私の日本の連絡先に連絡が来ることはなく、ただメールは来ました。国葬内容に関する質問でしたが、それに関しては、まあ、淡々と答えましたね。でも今思い返したら反応する義務なんてなかったですよね。調査って警察に召喚されてからできることなのに、まあ外国在住の私は、召喚できませんから。ああ、でも警察から韓国に調査のために来れますかってメールで聞かれまして、行くわけないじゃないですか、そんなの。実際行けないし行きたくもない、はい、と言って、かといって警察はそれを強制することはできないですからね。そしてそのまま連絡が来ないまま1年ぐらいが経ちまして、私は、24年、6月頃ですね、久しぶりに、韓国に行ってきました。子供たちも連れて行って楽しい時間を過ごして日本に帰ってきました。滞在中に韓国来ましたよって的な簡単な動画を撮って、そして日本に帰ってきてから YouTube にアップしたんですね。そしてアップしてからしばらく経つと、また親から連絡が来ました。あ、もちろん私のストーカーのサムスンちゃんはですね、また韓国の掲示板に、こんなやついるんですよってチクってたんですね。まあ大して反響はなかったんですけど、親に去年の警察から連絡が来たというのは、内容としてはですね、私が韓国に、行ってきたことを警察は知っているらしく、あ、それは本当ですかとの確認だったとのことですね。もう私は親に連絡行くのが嫌すぎて、警察に対してですね、私の電話番号知ってんのになんで親ばっかりに連絡するんですかと警察にクレーム入れました。はい、もう二度と連絡しないでと親にはもう言いました。まあその後はこれはですね、去年の時点でサムスンちゃんが言ってた韓国のスンチョンという
地域での警察だったんですけど、まあその地域の警察からは、まあ連絡がその後はないんですね。その警察の連絡が来たのが、私の YouTube 動画が上げた後だから、なんで警察が私が行ってきたことを知ったのか。はい。まあ、可能性いろいろあるんですけど、まあ、こんなしょうもないことで、警察に出入国記録を、いちいち共有されますかね。もしくは、サムスンちゃんが、警察にチクったとか、もうチクることしかしないから。まあそういうこと考えられますよね。そして数ヶ月経って、20年の 10月、今度は今彼が過ごしているテグの警察から親にまた連絡が来たんですよ。また、前の違う地域の警察と同じ内容でした。また告訴したんですかね。ほんま暇やな。どんだけ私のこと好きなんだ。そしてこれから私は、まあ、1年に1、2回ぐらいは韓国に行くかなと思うんですけど、まあ、調査来いって言われてもまあ行かない、行きません。なんで行かなきゃいけないんですか。散々告訴されて調査されるべきなのは彼なのに。心配してくださる皆さんありがとうございます。日本在住のおかげで私は彼を告訴することはなかなかできない。これは日本人被害者の皆さんと同じ立場かもしれません。もちろん私なんかより大きな被害を受けた方々も多いことは心を痛めています。けど逆に日本在住のおかげで面倒くさい調査に巻き込まれずに済むって感じもありますね。もし私が韓国在住だったら彼をとっくに告訴して徹底的に潰しますからね。彼は韓国人から20件近く告訴されてるみたいですよね。しかも彼らが特に親日なわけでもないんです。彼は散々韓国人向けに反日アピールしてるのに、韓国人からも嫌われる。これはほんますごい才能だと思うんですよ。もうちょっと前の時代だったら、徹底的に反日無罪というのが成立できたかもしれないです。しかし今は韓国人もだいぶ個人主義化が進んでいて、そんなの通じないですよね。彼のせいで被害を受けた人も不快な思いをした人もどれだけ多いでしょう。しかし彼は国が違うだけで容易に逃げてきました。しかし今回の彼が告訴されてる件は相手の方がすごく本気だそうですね。彼に立ち向かう勇気のある方々を応援します。韓国は誰も彼もが告訴しまくって、どんなにしょうもない内容でも受理される、そんな社会だから起訴率はたったの2割です。しかし彼の迷惑行為は度が過ぎてるし、それで彼の起訴を強く願っています。日本の方々も私と同じ気持ちの方々が多いと思います。どうかどうか彼が起訴されますように、そして今まで犯した罪に相当する処罰が下りますように、もう二度と迷惑行為をできないように。今日もご清聴ありがとうございました。